です。はい、ということでですね、髪色もかなり落ちて、もう何色だかよく分かんなくなってきた今日この頃なんですけども、この前コストコに行ってきてですね、いろんなものを買ってきたと思うんですけど、知らんかみんなは。コストコでね、ちょっと今回はこんなものを買ってまいりました。ぎょーっちゃ、机の寿命がやばい。こちら見てください、本マグロ。本マグロ買ってまいりました。コストコの本マグロといったら有名なんかな、有名なんかな、知らんけどな。まあでもコストコで有名な本マグロを買ってまいりました。前回似たような感じでね、サーモンを買ってきたみたいな感じのもあったと思うんですけども、お寿司屋さんでマグロ食べたとしても、なんかちっちゃいシャリにちっちゃいマグロがポロンってあるだけじゃないですか。でもこちら、このデカさですよ。なかなか見ないし、生臭いのね、これ。そんでね、すごい生臭い。なんでちょっと今回はですね、ちょっと丸グロ、丸グロ、マグロをちょっと丸々、マグロを丸々食べていきたいと思います。今は昔、今は昔、結構昔ですね。もう僕マグロが超大好きで、寿司屋に連れてってもらった時はもう中トロばっか攻めてた。大トロだとちょっとね、子供ながらに気まずさ高えからなみたいな感じの思って中トロ食ってたのよ。でそんくらいマグロ好きだったんですけど、今はね、もう年なのかな、もうさっぱり系が一番いいね。マグロとか大トロとかもう全然食えんのよ。まあでもちょっと今回はね、そんな大マグロ、大マグロじゃないや、今回そんなマグロ食べ尽くしていきたいと。どうしようかな、なんか一応そのまま食うっていうのもありなんですけども、せっかくなんでちょっとね、勝利していこうかなと私は思います。ちょっとまあせっかくのマグロなんで、ちょっとそのまま食べてみようかな。一回そのまま食べてみます。ここが大トロの部分とかになるんかな。贅沢、いきます。うわ、マグロだ。当たり前だけどマグロだ。すげえ、もうそのまんまマグロやん。醤油のところ生臭えんで、せっかくなんで醤油につけて食いたいと思いやす。よいちょよいちょよいちょと、もう豪快にこういくしかないもんね。いただきます。初めての感覚、こうやってマグロ食うって。めっちゃうまい。でもちょっとワイはちょっとね、やっぱ赤身の方が好きなので。うまい、しっかりマグロの味だもん。ちょっとこれで食べ進めよう。冷凍してたせいか、中行くとね、シャキシャキ感覚、シャーベットみたい、マグロシャーベットみたい。うん、買って中。まだ解凍が行き届いてないみたいですけどね。おいしい。この部分の油すげえな。これ油断してたら気持ち悪くなんな。ちょっと調理しますか。焼きマグロ丼とか作ろうかな。マグロのぶり玉丼みたいなやつちょっと作ってみよう。やってみよう。台所にやってまいりました。ちょっと今回はですね、マグロ、漬けマグロ丼みたいな感じで、ちょっとおしゃんなマグロ丼を作っていこうかなと。シンプルにマグロを切って、酢飯の上にドーンとマグロブリーンって置いて、そして醤油ダーはもう本当にシンプル。一工夫加えてですね、漬けマグロ丼みたいのを作っていきたいと思います。まずですね、どうしようかな、何から始めようかな。酢飯から作ろうかな。お米3パックレンジでチンしていきます。 OK。 そしてお次ですね、マグロのカッティング作業に入ります。さあマグロを切っていく、はい、ということでマグロを美味しい感じに切っていきたいと思います。うわすげえ、うわっ、こんなの寿司屋でこれ出てきたらめちゃめちゃ豪華だからね。豪華豪華。もうやっぱ海鮮丼とかもやっぱ大好きなんでね、基本的に酢飯、とにかく俺ね、最近気づいたことが、お寿司が好きなんですけど、酢飯が好きなんだなっていうことに気づきだしたんで、ちょっともう酢飯やっぱりちょっと酢飯ご飯はちょっと気合い入れていこうかなとは思ってやるんですけども、いやてか固まりすぎ、カッチカチ、これすごい。でも冷凍するとですね、なんかどうやらマグロ系とかその生ものは3ヶ月くらい約持つらしいですね。普通の冷凍だったら、いい冷凍庫だったら1年くらいは持つみたい。でも普通の家の冷凍庫だったらまあ3ヶ月くらいは持つらしいんで、でも俺冷凍してたら無限なのかと思ってた、賞味期限。意外とそんなこともなかったんだわ。そんなこともなかったんだわって、何語だよ、何語で喋ってんだよ俺は。はいはいはい。いや1ブロックでもめっちゃ量あんね、やっぱりコストコもすごいね量。食べ盛りのね、息子たちも今2人来ているので、なのでちょっとまあいっぱい作ってあげたいところなんだけど、多分2個で十分だ、マグロ1かけで十分な気がする、この量だったら。
ってこれ。買ってこれ。マジ買って。はい、オッケー。で、これをですね、ここに入れて、本当に適当なんですけど、本当に適当なんですけど、醤油で揉んでみます。醤油で揉んでみる、一回。創作料理中の創作料理だからね、これ。すごいからね、俺の即興さ。もうちょっと入れ出そうかな、マグロ。すげえ、汚ね。もうちょっと入れよう。でもね、料理って大体そういう感じで適当でもね、いけるのよね、意外と。だから料理できないって言ってる人はもう本当にやらないだけですから、大体できますからね、きっと。はい、ありがとうございます。だって食えるものを調理してるわけだからね。なんかそんな毒ダミとかさ、あの雑草とかからなんか飯を作ってるわけじゃないので、多分できるはずなんですよね、誰でもね。で、醤油をつけると、でですね、チンが完了したので、こちらのボウルに、砂糖のご飯をね、入れていきます。あーあああ大丈夫大丈夫、中身は出てないです。息子たちに言わないでおきましょう。危ねえ危ねえ危ねえ、焦った焦った、これごと落とすだった。はい、こんな感じになってます。これをですね、ちょっと蒸らしましょう。なるべく酢飯はね、水分を飛ばすことが大事なので、お酢を混ぜて、はい、混ぜ混ぜ混ぜ、あ、くせくせ、刺し酢くせ、足の裏みたいな匂いするのよ、マジで。冗談抜きでね、くせえけど大丈夫かな、これ。くせえけどいただきます。うわでもうまい。これを蒸らしておきます、向こうで。はい、向こうでお酢が臭いとなんか文句言われてますけど、まあ関係なく食べていきたいと思います。醤油で揉みまして、揉みましてからに、今度は、お鍋を用意します。はい、で、ここにですね、まずみりん、料理酒、あと何入れるかな、ウスターソースでも入れてみますか。あー、これウスターソースでもちょっと違ってくる。オイスターソースとかどうだろう。オイスターソースちょっと入れてみよう。全然わかんない、全然わかんないけど、とりあえずここにマグロを投入しますと。これでマグちゃんたちを染み込ませます。マグちゃんたちを染み込ませますと。これ生マグだから、これ火かけるの違うね、これね、きっとね。もう焼きマグちゃんになっちゃったじゃん、これ。生マグちゃんじゃなくなっちゃった、これ。これ、大丈夫これ。絶対違うじゃん、これ。うわぁ。もしかしてだけど、失敗した生の海鮮丼ではなくなったね、しっかりしてて。ちょっと考えりゃ分かることなんだけどね。味を染みよう。なんだろうね、いいのかな、これで正解なのかな。醤油とかでつけた方がやっぱいい気がすんな。まあいい感じなんじゃない、いい感じなんじゃない、これね。あとはみんな大好き盛り付けタイムでございます。盛り付けさえ優勝しちゃえば、なんかもう味なんてどうでもいいところあるからね、ぶっちゃけ。インスタ女子からしたら、インスタ映え女子からしたら、味なんかより見た目を大事にするんで。お米の量に対してマグロが多すぎるね、間違いなく。そして間違いなく分かるのは、キッチンめっちゃ狭い、それだけは分かる。見た目美味しそうなんじゃない。いや、見た目ダメだなこれ、絶対猫ちゃんの餌みたいになってない。こちら完成しました、エマグロ丼でございます。この見てください、とってもきらびやかな赤と茶色の精密、生の部分のマグロと焼かれてるマグロがまた違う相性で美味しそう。適当適当なこと言ったけど、これいいかな。みんなに食べてほしいものがあります。ほら、ごちそうだよ。いや、餌だよ。サバ缶みたい。サバ缶みたい。美味しい。美味しいです。よかった。はい、もういただきます。うん、ツナだね。ブル、材料あります、ふんだんに使った。ちょっと米が足りなくて、みりんと料理酒がいい味出してる。ツナより上マグロ以下みたいな。マグロだけど、マグロよりもうまい。酢飯も美味しいし、酢飯がうまいね。匂いめっちゃ臭いけど美味しくない。臭いもんってうまいのよね。臭い人は美味しいものを作るしね。マグロ、ツナってマグロ、ツナは鮭じゃないですか。イクラは鮭、じゃああれはタラコ。タラ、うん、そうだね。おー、やっぱりタラコ。うん、だからマグロの卵ってあんのかな。食べよう。マグロの子供の食べ方ってあるよ。子供？卵じゃなくて？
これからね、大トロとかあるのに子供の状態食べちゃうなんてもったいないよね。いやうまいわ、マグロうまいわ。やっぱでもなんか結構これ大トロの部分が多くて脂っこいかなと思ったけど意外とさっぱりしてるね。食べなさい。あいやう、何でも美味しいって言ってくれてくれんね。あのウニは美味しくなかった。あのウニは美味しくなかった、そうだね。あのウニは辛かったウニのあのトゲトゲをいかに食べないかっていう。逆に今度トゲだけ食べる企画やってるもん。食おうと思えば食えるしね。トゲ100本企画とかね。2匹買ったんですけど1個で十分でっかいからあれも1個で大丈夫。みんな知ってる情報だね。もう食う前からみんな知ってる情報だったね。マグロはでかいんだなってことが分かった。多分さっき食べてた一切れはもうほんとマグロの一部に過ぎないんでしょうね。マグロって多分人間くらい、人間近くの大きさはあるんじゃないか。ないか、それはねえか。小学生くらいのでかさくらいかな。マグロ食う方がいたらぜひこの食い方もぜひやってください。みりんに料理酢にオイスターソース入れてできるんで。むせた。